お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日は休日なんですが、はい、鍋ちゃんとですね、はい、おしゃれランチをね、はい、楽しんでまいりました。来たわけですけど、はい、はい、せっかく鍋ちゃんとお会いできたので、はい、ちょっとこうやって、動画を回しておりますけど、はい、お知らせをいたしたいと思います。お知らせ。上杉翔オフィシャルからのお知らせでございます。はい。上杉翔ミクスチャーツアー2020防空壕の再延期について。再延期、はい、ということで、はい、まあ我々新潟勢はですね、はい、7月31日、はい、予定しておりました、はい、ライブ、はい、こちらの方もですね再度延期が決まりました。決まりましたか。はい、はい、今一応ちょっと読み上げていきたいと思います、はい、チケットご購入者各位、チケットご購入者各位、はい、平素より上杉翔を応援いただき誠にありがとうございます、はい、コロナ禍におきまして春の開催予定からこの7月24日以降に延期させていただいていた各公演ですが、はい、ここ数日の新型コロナウイルス感染増加に伴う開催地のさまざまな状況を考慮いたしました結果、はい、誠に苦渋の決断となりますが、はい、再度の延期とさせていただくことにいたしました、はい、参加にあたりスケジュール調整等をいただいていた皆様には大変申し訳ありません、はい、これまでにも開催に向け再三調整してまいりましたが来場予定の皆様と出演者の安全を第一に考えてのこととご理解いただけますようお願い申し上げます、はい、再延期日程は以下となりますがすでに再延期を発表している公演も記載しています、はい、また会場時刻開演時刻が変更になった会場が多数ございますので、うん、ご確認のほどどうぞよろしくお願いいたします、はい、ということでございます。なるほど、はい、でまあ変更前の日程と変更後の日程がずらっと今ここに出てるので、はい、そちらの方はですね、概要欄の方にも一応貼っておきたいと思いますので、はい、確認していただけたらと思います、はい、でちなみにですが、はい、新潟はですね、はい、2月の20日になりました。2月、2021年2月20日になりました。なるほど、はい、まあ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 、で確かですね、はい、元々の新潟予定が3月でした。でしたから、はい、もうねこのコロナのせいで、はい、もうほぼ1年の延期ですよ。そうですね、はい、しかしながらですね、ええ、1年待たされてなおですね、はい、いやさらにですね、はい、会いたくなるという、はいはい、この上杉翔の魅力をですね、ええ、まあ、今実感してるわけでございます、はい、改めてですね、うん、それでも会いたい、はい、もうね、うん、そういう気持ちになってる自分に改めて気づかさせていただいてます、はい、はい、で、はい、次にですねご案内はですね、うん、全公演のチケットはそのまま振り替え日程のチケットとして有効になりますが、うん、日程の都合で参加が難しく払い戻しをご希望の方には対応させていただいています、はいはい、現在詳細調整中ですのでチケットを切り取らない形で今しばらくお持ちくださいと、うん、ね、しっかり大事に持っといてくださいねと、はいはい、で、ファンクラブ、優先予約の方にはね別途、メールをいたしますと、はい、いうことでございます、はいはい、それとですね、はい、まあ、これちょっと僕がね、はいはい、今もう、延期に伴って、もうこれがもう僕の次の楽しみってことなわけですが、はい、ツアーグッズ、はい、延期公演用の新ツアーグッズおよび、うん、上杉翔ニューシングル消滅、うん、2020メモリアルボックスのご購入についてでございますが、はい、こちらはですね各公演のチケットをお持ちの方、うん、ファンクラブ会員で各公演の予約番号をお持ちの方につきましては、はい、会場にて販売予定となっていましたツアーグッズを、はい、特別通販いたしますと、おー、いうことでございます。要するに、今回、ライブ、はい、イベントに参加しようと思っていた方たちはですね、はいはい、この特別通販を利用することができると。なるほど。まずそういうことになっております。はいはいはい、でこちらのお申し込みがですね、はい、期限がですね7月の24日から8月の16日までという期間に、なっております。はい、はい、でお申し込み方法です。はい、特別通販のお申し込み方法でございますが、うん、はい、各公演のチケットをお持ちの方はチケットを写真に撮り、うん、はいはいはい、まあ、写メでいいですね。なるほど、はい、チケットを自分の持ってるチケットをカシャッと撮って、はい、そちらをですね、はい、ジェリーフィッシュ@上杉.net、はいはいはい、までメールにて、
送ってください。なるほど、はい、はい、そこにお名前を明記の上送ってください。なるほどです。はい、そうしますと、はい、各公演につき折り返し購入方法を記載したメールを送ります、はい、ということになっております。はい、はい、で次がですね、ファンクラブの方ですね。ファンクラブ会員で各公演の予約番号をお持ちの方は、会員番号とお名前、うん、ご予約会場を明記の上、うん、件名を、延期分の新ツアーグッズ通販希望として、うん、同じくジェリーフィッシュ&上杉ドットネットにメールをしてくださいと。なるほど、こちらも、メールがまた送られてきますと、はい、いうことになっております。はい、はい、もうね、うん、こうなったらですね、うん、もう待つよ、どこまででも待つよもうこうなって、ね、でね、はい、やっぱり今回正直ね、はい、まあもう再三にわたる延期っていうことで、うん、まあもう何よりもまずね、それはもう上杉さん本人が、はい、申し訳ないってファンにも思ってるだろうし、はいはい、そうですね、でまた自分自身だってね、うん、本来であれば早くみんなにメッセージを届けたいところをね、うん、こう延期延期でね、うん、本人がまた一番ストレスも感じる中でね、うん、しかしこれはねもう本当にこれは致し方がないし、はい、今回7月31日予定だった新潟ライブもですね、まあもちろん開催されるとなればこれはもうやっぱり行かざるを得ないだろうと思いながらもですね、うん、まあ、やっぱりこう自分はいいんだけどやっぱり周りのことを考えるといささかこう、そうですね、ね、気が引ける、うん、ところもなきにしもあらずと、うん、いうことでね、まあ、僕ですらそうだから、うん、もうなおさらね今回はちょっとって思ってた方たち多かったんじゃないかなというふうに思っております。どうせ行うならもうみんなが気兼ねなく行ける日がいいだろうし、うん、もちろんこの開催予定が変更することでね、スケジュールが合わなくなってしまうっていう方もいらっしゃるかもしれないし、はい、ただ逆にね変更になったことで行けるってことになる方もまた出てくると思うので、そうですよね、うん、これはもうねどっちがいい悪いってことはもうない、はい、うん、まあもうこれは巡り合わせとしかもう言いようがないというふうに思うわけですけど、はいはい、まあ新潟の延期日はですね土曜日、はい、なわけですよ。2月の土曜日なわけですけどね、はいはいはい、うん、もうお店を休んでね休んじゃいます、うん、行きますよ。もうだって今から2月って分かってるんだから、まあそうですね、もうだいぶ先ですから、もうお店のスケジュールもそういう風に決めちゃってね、はい、もうその日はもう僕はもう上杉さんのとこ行くから、うん、分かりました、すいませんっていうね、はい、そういう気持ちですよ、はい、だからそれまで頑張りますから、そうですね、一生懸命それまではそうですね、うん、しかもですよ、はい、個人的なことで申し訳ないんですけど、はい、2月はですね、はい、私の誕生日月なんですよ。はいはいはい、そうですね。ね、はい、その2月だから本来今回、うん、ツアーが予定通り開催されていれば、はい、新潟はツアーの初日だったんですね。そうですね、まずここ記念すべきツアー初日だったはず、はい、うん、まあこれが結果的に延期になったんだけど、はいはい、結果的にはですね僕の誕生日月に上杉さんが新潟にライブをしに来る、はいはいはい、まあ、結果的に会うことができる、ええ、もう俺に誕生日プレゼント届けに来たみたいなもんですよこれ。そうですね、もうね、2月ですから、そういうことですよ、はいはいはい、もうそう思うと、はい、まあね、ちょっと先に伸びて、うん、まあ、またちょっと待たなきゃいけないっていう寂しさはありますが、うんうんうん、まあ、それを吹き飛ばすぐらい、はい、またそういうね楽しい考え方が、はい、できると、はい、うん、でまた上杉さんのことですから、はい、これだけ期間が空けばですね、うん、きっといろんな形でまたファンをね、うん、楽しませてくれる、まあ、ライブ配信なのかわ、ね、はい、からないですけど、はい、まあ、何かアクションをきっとね、はい、起こしてくれるんじゃないかと思っていますし、はい、まあ我々ファン、はい、またまあ我々ファンってちょっと一括りにすると、はい、ちょっと失礼だね、はいはい、僕が知る限り本当に上杉さんのファンはね、うん、非常に熱心に、うん、応援されてる方たちが多いのでね、はいはい、まあ、こんなことぐらいではね揺らぐことはない と、 揺らぐことはない、全く何も揺らぐことはない、はい、うん、もうむしろね、うん、このじらされてる感がね、うん、さらに好きを上げていくと、好き度を上げていくと、そうですね、うん、はい、いうふうに思ってるファンがね、はい、まあ、きっと多いんじゃないかなと思います、うんうん、はい、まあ今回また延期ということで、まあ日程が合わなくて、うん、キャンセルせざるを得ない人もいるでしょうし、はい、まあ、またね延期した日程で間違いなく行きますという方は、今持ってるチケットそのままお持ちいただければいいということでございますし、うん、はい、またツアーグッズが通販で、購入できるということで、うん、ジェリーフィッシュ上杉に、はい、メールをするということで、はい、その通販の
購入方法がまた送られてくるということになっておりますので、はいはい、もうこうなったらですね、ツアーグッズを買って、上杉さんを応援する意味でもね、まあ、ツアーグッズ購入し、そしてまたその購入したツアーグッズで自分たちのテンションも上げ、そして CD を買ってシングルしっかり聴いて、まあ、アルバムしっかり聴いて、曲をねその分しっかり覚えて、そして満を持してライブ開催の日になったら、はい、がっつりと盛り上がると、がっつりと盛り上がるとね、はい、そりゃそうですよ、いいですね、もう上杉さんのね、はい、ライブをね、はい、それクリアボード越しになんてわけにいかないんですよそれはそうだ、やっぱりそれはそうです、うん、俺がもうクリアボードとか取っ払いたくなっちゃうぐらいですからそれでもまずいわけですから、まずいわけです、まあね、なんで、ね、開催するときはもう遠慮なくできるときをね、はい、心待ちにして、はい、で今回のこういった対応で、皆様がねなるべくご不満がないように、うん、しっかり対応していただければいいなというふうに思っております。今日はね休日なので、はい、ここはね今見てわかるように後ろは海です、はい、今日はねやや曇りなんですけど、はい、逆にまあ炎天下ではなくてね外にいる分には、うん、まあ帰って過ごしやすいとはいえど、うん、もうちょっと暑くて仕方がないと、そうですね、いうことでございましたね、はい、はい、ということでございます、はい、休日でしたが、たまたまね鍋ちゃんとこうやって、はい、お会いできたので、はい、上杉社の最新情報、はい、お届けいたしました、はい、また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。